連の吉村です。今日はですね、土曜日ですんでね、来週の、まあ、お仕事スケジュールの発表をしたいと思います。はい、まずですね、一つ目に、ピン刺しを行っていきます。一つ目にピン刺しを来週はしっかりとメインで行っていきます。で、二つ目なんですけど、まあ、今までね、今週やってきた、まあ、土壌消毒をするまでの過程を、まあ、今週は堆肥入れとトラクターでなったりとか、まあ、そんなことをやってきたんですけど、来週からはですね、ハウスの中にしっかりと水を入れていきます。水を入れて、まあ、土壌消毒っていうのを行っていきますので、まあ、その様子っていうのはやはりね、初めて、まあ、動画の中で、お伝えすることなんで、ちょっとまたね、新しい作業になりますので、ぜひね、ご覧ください。なんでまとめますと、ピン刺しと、土壌消毒、水を入れて、畑をしっかりと消毒、線虫殺しをしていきますのでね、ぜひぜひご覧くださいというところでございます。ですね、あとは、まあ、今週から、まあ、天気も、梅雨に入りましてね、ちょっとジメジメしてきました。週の真ん中ぐらい、水曜日ぐらいだとめちゃくちゃ暑くてね、僕なんかもこの月下水も水曜日か、月下水ぐらいでめちゃくちゃね、日焼けしたなって感じなんですけど、まあ、なんか水曜以降ね、木金から徐々に、まあ、なんかジメジメしてきて、まあ、今日なんかは割とね、一日、まあ、益子町は一日今日は雨なんですけど、雨降ってるんですけど、まあ、ちょっと寒いかな、ちょっとタンクトップで肌寒いかなって感じで、はい、梅雨入りしたって感じですね。やはりね、こう梅雨に入ってくると、まあ、割と作業、外の作業はしやすくなるんで、ここからはね、まあ、ギアを入れて、どんどんね、作業を進めていければなと思います。一応ね、予定としては土壌消毒を、こう水を入れて土壌消毒するとハウス作業っていうのは3週間ぐらいこうやらなくて済むようになるので、そしたらピン刺しっていうか育苗ハウスの方でしっかりと、仕事を集中してできるようになるので、まあ、そっちの方にシフトしながら、まあ、苗作りっていうのが一番重要、まあ、どれも重要なんですけど、苗作りっていうのが割とこの時期って重要なので、まあ、しっかりとやっていこうかなと思います。はい、あとですね、まあ、YouTube のこの動画を見てるいただいている視聴者さんですね、ぜひコメント何かあればコメント書いていただければと思います。何かね、質問事項とか、まあ、これどうなんですかとか、もちろんね、農家の1日とか撮れれば面白いんですけど、ちょっとね、なかなか今のところ撮れてなくて、まあ、そのうち上げられるように頑張りますので、ぜひご覧くださいというところでございます。最近はちょっとね、サムネイルっていうのの付け方があんまりよく分からなかったんですけど、最近ちょっとサムネイルの付け方が分かってね、まあ、動画のこう概要のところに出るサムネイルを作って今は貼り付けたりしてるんで、よりなんか3ヶ月前に始めた動画よりはなんか動画っぽくなってきたのかなと自分の中でも思ってますんで、ぜひぜひね、来週の動画もぜひご覧ください。で、明日の動画はね、毎週のことなんですけど、日曜日の動画はいつもお休みしますんで、また月曜日から、はい、動画撮って投稿していきますので、ご覧ください。本当に急に寒くなってますので、ぜひ風邪ひかないように気をつけてくださいね。はい、では来週の動画、月曜日からまたお会いしましょう。ではまた来週。